でマジであなたすげえ。これジープっすよね。めちゃくちゃコントロールしやすい。これ楽しいよ。これすごい。車の話、出張坂戸店のコーナーです。はい、始まりました。寒いよ。なんでさ、関東がこの大雪降った翌日に撮影なんですか、はい、フランスじゃないんですか、ここ。フランスもっと寒いですよね、はい、もっと寒いですよ。ほらもっと寒い。余裕今日余裕ですか。余裕のよっちゃん。余裕のよっちゃん。フランス人が余裕のよっちゃんって聞くとなんか面白いです。今回ですね、はい、ロイックさん、サンオータスさん、はいね、はい、我々も AJRT で、はい、スポンサーしていただきましたが、はい、プジョーとかジープのディーラーさんをやっていらっしゃるということで、はい、まあ、今回来ていただいたということで、改めましてよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。でも今日はフランス人じゃなくてアメリカ人です。アメリカ人。今日は何持ってきてくれたんですか。ジープラングラー。あ、ラングラー。ルビコン。これね。これめちゃくちゃ俺乗ったことないんですよ。ジープのラングラーっていいなと思ってたんだけど乗ったことなくて、今回初めて乗るのが、しかも雪の上。ちょうどいいんじゃないですか。ちょうどいいかな。ちょうどいいらしいんで、じゃあちょっと楽しみですね。ぜひ。はい。わかりました。これってちなみに乗り出しいくらぐらいなんですか。900万ぐらいですかね。ああ、そうなんですね。かっこいい。まあ今円安もありますから、はい、はい。ただ今回ね、こう乗れるというところで、サンオータスさんの方で持ってきていただいた今回ジープラングラーなんですけども。1週間ぐらい前に登録したばっかの新車だそうですよ。マジでちょっとすごいこう今心臓が痛くなってきましたね。はい、900万ですもんね。言わなくていいっす。お許しください。アクセル全開踏んでも大丈夫ですか。もちろんもちろん全開でお願いします。わかりました。じゃあせっかくなんでぜひ横に乗ってもらってね、はい、試乗インプレッション行ってみたいと思います。レッツゴーレッツゴー。はい、フランス語でなんて言うんですか。セパティセパティ。ウェイ。ラングラーアメ車だけどね。確かに。行きましょう。じゃあというわけで人生初ジープラングラーですけどね、900万ですよ皆さん。どうですか、お買い物グルメに900万円のラングラー。なかなかこうすごいですよね。でもなんか乗ってみるとすごいコンパクトで、なんて言うんでしょう、ジムニーの車内みたいな感じのコンパクトさはあります。ただでもそのいろいろインテリアとかがすごい操作しやすいんで、ちょっと楽しみですね。すごいっすよ。広瀬256キロって書いてあるんですよ。マジで、はい、いやちょっと見なかったことに見なかったことにちょっとドキドキしてきちゃいますんで。この車いろんなモードあるんですよね。そうです。まあ雪なんで今オフロードにしてスウェイバーって言ってアンチロールバーの締結を切ってもっと曲がりやすいようにちょっと今しました。ではでは行ってみたいと思いますよ。初ジープ。大丈夫ですか。初ジープ。緊張してきたな。新車、ええ、900万円です。900万円ね。ははさあ行ってみます。じゃあよろしくお願いします。お願いします。はい、さあいきなり9か。マジでマジであなた。すげえ速い。すごい。速くね。これ2リッターっすよね。2リッターです。2リッターだよね。これ何馬力あるの。何これ。俺の知ってる2リッターじゃないのかな。おーすごいねこれ。だってサイドもあるから、ほら、いいね。ジープすごっ。すげえ。ガングラーすごっ。これジープっすよね。めちゃくちゃコントロールしやすい。すごいよこれ。感動しますね。マジで。おおすごいすごい。これはすごいですね。だって雪壁ものともしないもん。ほら乗り越えてきた。おお。あのね、ラングラーもすごいんですけど、荒井弘樹さんっていうドライバーもなかなかちょっとですねおかしいですね。これ2周目行ってみますか。じゃあちょっともう余裕ですね。いやこれ楽しいよ。これすごい。これね笑うしかない。後ろ乗ってるとマジで。いやだってさこれマジで楽しめる。なんかね雪っていうイメージよりもね、なんかこう岩場を行くイメージですよね。確かに。だってほら最後引いてさ、おーすげえ、めっちゃ流れるじゃないですか。おほほ。いやいやこれ買った方がいいですよ奥さん。奥さん見てください。このドリフト。奥さん。奥さんは見ない。奥さん見てください。すごくないこれ。
これやばいよこれはいいっすね、ロリフさん、これすごいわ。もうドリフトだね。ドリフト、ドリフト。いや、ラングラーがこんな動きするなんて誰も思わないですよね。いや、絶対そう。世界中のラングラーファン大喜びですよ、これ。大喜び、みんなさん、これラングラーめちゃくちゃ楽しいっすよ。すごはい、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、これすごくないですか。すごいんですよ。なんか横を向いてたら進むのも分かるし、うん、あの縦にグリップをバンってかけた瞬間に突然ボンって出るトラクションのすごさが後ろ乗ってても分かりましたよ。そう、はい、なんかその操作が、まあ、2トンぐらいあるんですよね。そうです、あるんですけど、ブレーキングからターンインがあまりにも簡単すぎて、乗ってる感じなんかその本当にね、ダブル RX とかエボテンとか本当そういった感じの四輪駆動の制御、だからオートマなんですけど全然あの制御も介入しないし、これ乗っててめちゃくちゃ楽しいし運転しやすいっす。いや驚いた、マジで。これ皆さんすごいっす、はい、本気でした本当に。いやいや本当にえ、いいと思ったでしょ。いやすごく最高です。最高でした。ぜひあのいやちょっと衝撃的だったんで、ぜひ皆さんあの試乗でね、まずラングラー乗る機会があったら、雪では乗れないかもしれないんですけどいやこの良さをちょっと感じてみてはいかがでしょうかというところで、はい、皆さんこれ最低でも100回ぐらい見てくださいね。10万回ぐらい再生いくとね、俺喜びますんで。ロリックさん、はい、これ契約書用意したら買ってくれますよ。ぜひ。じゃあまあ後であのスタッドレスタイヤあのプレゼントするんで。あ、はい、本当？ぜひ。スタッドレスタイヤで。スタッドレスタイヤで。あ、でもいいですね。セットで。セットでね。ああ、ありがとうございます。ということで、ぜひ皆さんラングラー素晴らしい車なんでいかがでしょうか。はい。はい、サモタスのロリックさんありがとうございました。ありがとうございました。お知らせがあります。お知らせですか、はいはい、この度アヘッドモーターサービスでは一緒に働く一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。なんと我々、はい、あの去年から、まあ、ラリーを始めていろいろなモータースポーツに参戦しているじゃないですか、はい、まあ、そのモータースポーツ参戦経験を通して、まあ、お客様に対して、まあ、チューニングであったりだとか一般の車両の販売とかアフターサポートを行っている中で、まあ、一緒にぜひ働いてみませんか。働いてみませんか。普段のアヘッドモーターサービスっていうのは、ヒロキさん、どんなところが一番魅力的ですか。個人的にアヘッドの魅力っていうのは、まあ、本当にあの一般の車両の販売からチューニングまで、だから仮に売ってしまえばお客様が買ってくれた後からもずっとサポートして手厚くこういろいろな相談に乗ってチューニングまで含めてでトータルでサポートできるっていうのがうちらの強みかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。そしてブレスと、ブレス、あ、ブレスさんですね、はい、板、ね、はい、金塗装、そして e スポーツスタジオでも、はいはい、おなじみのブレスでも新しく仲間になってくれる方を募集しています。募集しています。ぜひあのトータルチューニングから、まあ、塗装、板金も含めてあの全てやっておりますので、ぜひこの機会に皆さん一緒に働いてみませんか。ぜひ皆さんのご応募お待ちしてます。中古車買取ホット、車買取専門店。高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分。中古車買取ホットで検索。車のことならアヘッド。ガスタムカー中古車販売買取ならアヘッド。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。